こんにちは、今日は10月9日土曜日、時刻は4時26分であります。もう何十年かぶりに足の裏に魚の目ができました。あれなんでできるんですかね。多分原因は柿の種を踏みつけたからじゃないかと思ってるんですけど、今日ですね、めったに見ない車を 3台見ました。野岡とヒューが合わせて、日産GTR を3台見ました。 R35 です。1台は山口ナンバーでしたけど、あとの2台はナンバー見れませんでしたね。点でですね、展開地竹木のはこちら中矢印が出てたんですけど、今白山じゃなくてなんか文化センターがどっかでやってるんですかね。なんか文化センターでやった方が密になるような気がしますね。文化センターの駐車場でやってるのかな。
逆転勝ちするっていうのは諦めるなっていうメッセージを子供に与えますよね。まあ、たまにヒールが勝つことがありますけど、世の中正義や正しいことが勝つとは限らんぞっちゅう、なんか世の中の厳しさを教えるっちゅうかですね。まあ、そこへ来たん相撲はスポーツですけど、あの大相撲はダメですよね。なんかガチンコと八百長っていうのはなんか相撲から来た言葉らしいですけど、あれ全部が全部真剣勝負じゃないですもんね。何十キロ同士の力士が真剣勝負で15日戦ったら千秋楽には半分もいなくなりますよね、怪我で。